マーガレット・レスリー・ブッシュ・ブラウンはアメリカ合衆国の画家であるフィラデルフィアで生まれた父親のピーター・レスリーは地質学者で母親のスーザンは社会運動家でマーガレットは父親の地質モデルの制作を手伝うことが最初の仕事だったフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーでトマス・エイキンズに学んだ後1880年にさらに美術を学ぶために パリに旅し、アカデミー・ジュリアンに入学し、トニ・ロベール・フルーリーや、ギュスターブ・ブランジェ、ジュール・ジョゼフル・フェーブルに学んだ。1883年にアメリカに帰国し、今度はガブリエル・クレメンツに版画を学び、1884年にニューヨーク版画クラブの展覧会に版画を出展した。同時代の女性画家、エリザベス・ブーとセシリア・ボー、メアリー・フランク・ディンラとしばしば夏を、 東海岸で過ごし、1881年には、エレン・デイ・ヘールと親戚のヘレン・ノールトンとフランスやベルギーを旅した。1886年の4月に彫刻家のヘンリー・カーク・ブッシュ・ブラウンと結婚し、ニューヨーク州のニューバーグに住んだ。その後、夫婦はワシントンに移り、マーガレットは肖像画家として働いた。1935年に夫が亡くなり、 1941年にペンシルベニア州に移り、その3年後に息子の家で亡くなった。夫との共同店や画家になった娘のリディアと共同店に出店し、1883年のサロン、ドパリや1893年のシカゴ、万国博覧会の女性館の展覧会にも出店した。ありがとうございます。